料理男子を目指す宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日料理を教えてくれる先生は庄司あずさ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今日のイケメシはこちらです。開いた油揚げで具材を巻く篠田巻きを豆腐や野菜などヘルシーな食材で作ります。材料です。油揚げ2枚、木綿豆腐 75g、 このほかご覧の食材と調味料をご用意ください。では野菜を切っていきますが、はい、油揚げで巻くときに中心に入る人参なのでちょっと巻きやすいように細長く切っていきましょう。あ、ちょっと細すぎた。あ、大丈夫です。このぐらいで、はい、はい。付け合わせの野菜はこんな感じにカット。だし汁はみりんや酒などを加え軽く混ぜておこう。ここで今日のイケメシポイント、篠田巻きの中心に入る野菜にあらかじめレンジで下味をつけることによって時短で仕上がります。あと付け合わせの野菜もこの時一緒に入れちゃいます。はい、続いて野菜がかぶるくらい調味液を入れよう。タッパーに蓋をして電子レンジ500ワットで3分ほど加熱。加熱し終わったら野菜を取り出し、タッパーに入れた調味液を元の容器へ。濃い口醤油を加えて軽く混ぜ合わせよう。はい、それでは油揚げを切っていきます。はい、長い方を一辺だけ残して残りの 1,2,3 箇所をそれぞれ切っていきます。はい、結構ギリギリで、はい、結構ギリギリで このぐらいでいいですか。はい、大丈夫です。はい、3辺を切り落としたら切れ端をみじん切りに。これも具として使っちゃうよ。この切れ端に軽く絞って水気を切った木綿豆腐や事前に戻しておいたひじきなどを加えよく混ぜ合わせよう。だいたい半分ぐらい2等分にして油揚げの上に乗せていきますが、はい、上だいたい2センチぐらい開けて下はちょっと1センチ弱ぐらい開けて上の方はちょっと多めに開けてください。はい、はい、平らに広げたら人参とさやいんげんを手前から2センチくらいのところに置きくるくるっと巻いていこう。巻いたら端2箇所を用事で留めてね。調味料を鍋に入れて火をかけます。はい、煮立ったら篠田巻きを入れ落とし蓋をして中火で煮ていこう。7分から8分したら落とし蓋を外し裏返してさらに 2,3 分煮絡めていくよ。食べやすい大きさに切って付け合わせを添えれば出来上がり。油揚げに味がしっかりと染み込んでいて中のお肉や人参やインゲンなどの食感が楽しめて美味しいです。ひき肉だけではなくて豆腐とかひじきも入れることでカルシウムや鉄分の摂取量もアップします。またちょっと見た目も華やかになるのでおすすめです。